クラゲ入れたらよかった。食べたいと思います。よし、ぽどうも、カティボス協会でございます。だけど本日は豚小松菜卵の入りつけ丼、味付けは塩コショウとシャンタン、そして仕上げにオイスターソースかけてます。卵の方には卵2個、マヨ、白だし、ちょっと片栗粉入れてやってます。片栗粉も少々入れてるだけですね。その上にごまかけて紅生姜のっけました。ご飯はレンチンでございます。そしてもう忙しいそんな日にはレッドシーフードヌードル、残りこれを食べたらあと1個、はい、これで本日は飯を食うていきたい。本日もありがたい話に8月1日なんですけど、めちゃくちゃ忙しい。あ、本日ちょっと遅れておりますけど、多分1時ぐらいにはもう野田屋さん の、 抽選じゃないわ、キャンペーンの買い物できるようになっております。一般の方もね、はい、一般リスナーさんの方々も、ステッカーの方はもう残ってないかもしれませんけども、まあ一応キャンペーン価格では購買クラゲとか買えると思いますね。よかったら、はい、買ってみてください。動画詳細欄にリンク、もしくはコメントで貼ってあります。はい、ピントはどうだったでしょうか。よくわかりませんけども、はい、もうちょっとこれぐらいにしておきましょう。まあ告知はできましたんで、OK です。はい。はい、というわけでね、食べましょうか。というわけでいただきます。レッドシーフードヌードルもないわ。なんかハワイアンみたいなのが出てるらしいけど、うん、そういうのはココナッティーのやつはねいらんかなと思ってます。というわけでいただきます。レッドシーフードヌードル BIG 出してほしいのにな。まあでもこれぐらいでいいかもしれんな、友にはな、ご飯の友には。BIG だとちょっとご飯もね控えめなような気もするから。売ってないんですよ、スーパーに。終わっちゃっても、季節が多分。まあ興味ない方は全然わからんと思いますけど、パテモスもここ2年ほど仮想通貨をちょこちょこやってはおるんですけど、俺はね向いてない、多分。常々思う。俺が買えば大暴落、俺が売れば大上昇。びっくりするよ、ほんまに。なんなん、見てんの俺のこと、世界の株式市場。俺の裏面しか出ないっていうかね。それ前その辺うらふらしてから何回も上がってたやん、上がったり下がったり繰り返してたやん。なんでその後に限って極端なことすんの。今日もそれになった、びっくりした。見たことない数字まで下がったよ。なんで俺そんな株式に影響、株式じゃ仮想通貨に影響するつもりないんやけどな。小銭でしかやってない、走った金でしかやってないんでさ、困るわ。デイトレーダー、トレードとかやってる人とかってさ、毎日ね、俺はもう最近そんな人あんまいいのかなと思いながら、まあ、でもすごい金を持ってる人やってるかもしれないな。ね、どうです？やつあるある？まああるあるっちゃあるあるやろうけどもけどさ、なんで？なんで俺昨日全部買ったのに、全財産、俺のポケットマネーというか俺の仮想通貨しているドルにしてたやつを全部今回はよし今だと思ってさ、よそうし今だっつったらさ、ピューン、びっくりした。今日朝起きて目疑ったもん。うん、10% ぐらい下落してたわ。泣いちゃうね。人の金はないやんもと思って。
まあ仕方ない、そういうもんですからね。でもね、うん、いい時もあったら悪い時もあるって、いい時そんななかったんやけどな、うん、うん、おいしい。おいしい。今日どうしてもね、卵の入りつけが食べたかった。うまいよな、このちょっとゴロゴロした卵がいいわ。うん。うめえ。ちなみにあの小松菜はね、もうおひたしなんかなっていうぐらいね、塩れてましたね。全部使いましたけど。なんでもいいタイミング逃す男やな。仮想通貨も含めて、うん、うまいな。基本さ、丼物のつゆ抜きの方が俺好きやからさ、こういうおかずをのっけたご飯大好き。ご飯とおかずにしてもいいんですよ。ただね、洗い物が増えんだよ。うん。まあフライパン直っていうのもある。うん。フライパン直ね。でもなんか丼の方が食ってる感あるでしょ。うん。食っている方もね、見ている方もなんか飯食ってる感あるやん。うん、なんでやる気がみなぎるよ、どんを食えば。うん、暑いな。ご飯が熱い。レンチンしすぎねえけどな、多分。でも冷たいとかあったら嫌やからさ、結構な量のねチンしてますんで、まあ2合はないけど 1.5 合以上あるでしょこれ、うん、7分じゃねえ。
冷たい時があるんだよ。8分じゃ熱い。7分30秒や。熱い。贅沢や、ここも、うん、スペシウム汗が出てるわ、うん、こっからね、ウルトラマンこっから光線出すけど俺汗出してるわ、うん、潤ってるもんな、ここ滑るもん、ちょっとね、うん、あいつありがとうございます。ご飯の量によってはね、流水麺そば消費期限5日ほど切れてるやつ、まあ大丈夫やと思うけどな。これをね、やろうか思ったけど、見たらご飯多かったからさ、流水麺 400g はさすがにちょっときついかなと、うん、明日食うわ、明日オクラとね、うん、今日もオクラ4個取れた。もう夏は弱ってほしいわ。一応この部屋も 26.5 度でエアコンかけてんだよ。じっとしては全然大丈夫なんだけどね、飯作って飯食うとね汗ばむわ。飯食ってだけやで、なんでこんな汗ばまなあかんねん。クーラーも効いてんのに、そこそこ猫なんかも見向きもせず快適に、それも段ボールに2匹も入って、お前熱ないんかっていうレベルで寝てんのに、なんでこんな汗かかなあかんねん。あ、Tシャツはね、もう着替えなあかんわ。ちょっと顔と頭水シャワー浴びて T シャツ着替えて仕事に戻りたいと思います。というわけでバテモソ協会8月1日は汗だくになりながら豚と小松菜のと卵の入りつけ丼、こういうのってあんま再生されないんだよな。こんなに美味しいのに、
こんなシンプル一番うまいのにな。なぜか再生され、あとレッドシーフードのとかです。でございました。どうなのね、こんなほど作った方がいいと思うけどね、美味しいから。まあね、皆さん好みいろいろありますから分かりませんけども、はい、というわけでパテモソ協会でございました。汗だくですんでね、皆さん熱中症とかお気をつけて、水分補給をちゃんとしてね、はい、生き抜いてください、この暑い世の中をね、はい、ごちそうさまでした。仮想通貨を値上がりしてくださいね、本当にもう俺とかの何だと思ってんだよ。ほな。